自分のできないところ、失敗したところとか、そういうところを全部ご披露するっていうことは、本当に人と近づけるチャンスでもありますし、人を下にしなくてもよくなるんですね。<music> 仕事ができすぎてしくじったっていうお話です。まあ私、こう見えて本当に、あ、こう見えて、うん、そう見えてるかな。仕事できます。<laughs> なぜなら、 効率的であること、非生産的は除外よっていう感じですよね。生産性求めますし、効率的であることっていうのも求めますから、そのためには努力を惜しまなかったわけですね。で、強くあろう、正しくあろうってしますから、自分の弱点は見せないんですよ。で、 私は弱くないわよ、強いわよ、正しいわよっていうことで、自分が苦手なこととかできないところっていうのを彼には一切見せないわけですね。でそのために努力を必死でやります。あの、ブログなんかでも公開してますけど、私はあの、とんでもない方向音痴なんですね。あの、とんでもないです。<laughs> とんでもない方向音痴なんだけれども、このカウンセラーとして、プロとして活用させていただくまで秘密にしてました。誰にも言ってませんでした。家族にも言ってませんでした。なぜかっていうと、超格好悪いと思ってたんですね。この私が方向音痴だなんていうことがバレたらもう笑いのになってしまう。 みんなはそんなふうに思ってないぞ。私がそう見せてたからなんですけど、何でもできるすごい人だって思ってくれている、この私が方向音痴だなんて、あ超か超格好悪いと思って必死で隠してたんですねで。だから彼も当然知りませんでした。なんでどうやって隠したかっていうとですね、今みたいにナビとかないんですよ。GPS とかもないんですよ。昔のお話だからね。なんかこの紙ベースの地図なわけですよ。 でね、あの、道がわかる方、方向音痴じゃない方っていうのはわかんないと思うんですけど、私がどこどこに行こうって思うと、私の脳内ではどこから始まるかっていうとですね、基本は、えっと、日本地図です。社会の授業とかで見たことありますね。北海道からこの辺に沖縄がちょこっとあるようなあの日本地図です。あの日本地図から始まるんです、私の脳内は。で、例えば、 大阪の江坂に行こうって思うと、日本地図をまず思い浮かべて、えー、っと、えー、っと、えーっ,とえー、っとって自分の中で関西ぐらいまでに来て、で、大阪ってこんな形だったなっていう大阪まで来て、えー、っと、言うときますけど、東西南北じゃないですよ。上下左右ですからね、私の考え方はね。で、えー、っと、江坂江坂江坂って大阪の中から、あれは確か上の方にあったような、上です。来たじゃないです。上の方にあったような、で、江坂をこう脳内で探し その辺りの地図を一生懸命見るわけですね一生懸命見てってで、そこまで例えば車で行くんだとするならば <laughs> あのもう当然進行方向に合わせて回すわけですね、地図を。だから自分で運転しますけどその横に地図をたくさん置くんです、いろんな縮尺の地図です。 いろんな縮尺の地図を置いて、えー、大きいところから始まって、どんどんちっちゃくなっていくわけですね。で、餌が近辺まで来るわけですけど、進行方向に向かって、えー、と進行方向が上じゃないと私はわからないです。紙ベースですからね。だから、それに合わせて回すわけですね。回していく。 で何食わぬ顔で、えー、登場するわけですよ、当時の私っていうのは、まあ、道なんて全然大丈夫です、初めてのところだって全然平気で行けますわよみたいな顔して現れるんですけど、それまでに涙ぐましい努力があるわけですよ。 いっぱい地図を印刷しなきゃいけないですしもう余裕があるなら下見も行きたいぐらいですよね何回か下見も行きたいぐらいの勢いでものすごく涙ぐましい努力をしてできる人っていうのをアピールしてたわけですねで数字も、まあ、今だったらご存知の方多いと思いますけど私数字苦手です 数字が非常に苦手で、あの、子供の時から算数、数学も全然ダメでしたね。でも、努力です。ダメって思われたくないから、できるように見せかけるんです。見せかけるんです。だから彼とお仕事をしてた時、彼が会社をしていてっていう時、私何してたかっていうと、数字全くわからないのに経理でやってたんですよ。給料計算してたんですよ。すごいと思いません。で、 経理なんかするとですね、さっぱりわからないんです。貸し方、借り方とかあるんですね。簿記まで勉強しに行きました先生が何をおっしゃってるかさっぱりわからないんです。今思えばわからないですとか苦手ですって言えばいいのに言わないわけですで。言わないで人知れず必死で勉強するわけですよね。 で、帳尻合わせるわけですね。数字の帳尻を合わせてやるわけですね。人に見せるのは仕事ができる私。すごいでしょうどう私って役に立つでしょうっていう、これをひたすら見せるわけですね。正しいわよに続いてですね、仕事ができるわよでですね、自分の弱点を一切見せるわけですね。 でそうすると、彼はさっきからお話ししているみたいにです、ね、いっぱい失敗する人です、ね、私は正しいですから、彼はダメな人になっちゃうわけですから、彼はいっぱい失敗をするわけですよね。で、まあ、当時からちょっと悩んだりしたときは本を読んだりとかしてたんですね、どんなふうにしたらいいのかなって、でそうすると、男性は認めてあげることが大事だよなんてことが書いてあったりなんかもするんだけど、口が裂けても認められない。 だって最悪なんだもんね。収入より支出が多いとかね。お姉ちゃんいっぱい遊び相手作っちゃうとかね。もう最悪ですから、褒めるとこなんかないよと思って、一切褒めなかったんです。一切褒めません。 で、そうすると、えー、彼はですね、自分がダメだっていうのはどんどん際立ちますね。自分は間違ってるにつけくってですね、プラス自分はダメだっていうのも出てくるわけですよね。仕事ができない、俺ってダメだなってなる。で、そうすると、すごい。 って言ってくれる夜のクラブ活動に出かけるわけですねまあ、今あのいろんな事情でね皆さんなかなか行けないかと思いますけど夜のクラブ活動っていうのはいっぱい褒めてくれますすごい褒めてくれるんですねで社長すごいみたいな感じですよねもうそんなこと持ちたのすごいわねみたいなこといっぱい言ってくれるわけですまあ、もちろんあのかかりますけどねで当然彼も知ってるわけです お金を払っているからこういう夜のクラブ活動だから褒めてくれるっていうことはどっかで分かっているはずですよね当然ねでも欲しいんです私が一切褒めてくれませんから誰か褒めてくれないとやっていけないんですよね。 でそうするとお金払うから褒めてくれよっていうのでまあまた夜のクラブ活動がお盛んで部費をいっぱいお支払いになられましたねまあまた私も、ね、計算できないくせに言うんですよあなたが一晩でお使いになるクラブ活動費これで家族4人1ヶ月暮らせますよっていうことをまた証明するわけなんですけど本当それくらいお使いになられたんですよね。 でそうやって私は一切彼には自分の弱点を見せないということをしてきましただから私が方向音痴っていうことは彼は本当に知らなかっただろうなと思うし数字が苦手っていうことも知らなかっただろうなって思いますということは何が起こるかっていうと彼が変な言い方ですけれども私のお役に立てるっていうことがないんですよね ああ、こいつのね、こういうところ俺がカバーしてやらなきゃとかっていうのが全くなくなっちゃうわけなんですよ。なんから失敗しないわけですよ。なんか私、だからダイモンっていうわけじゃないんですよ。だけど、あの、失敗しないやつに見えるんですよ。 見えるようにしてただけで、本当は大失敗をいっぱいしてるんだけれども、失敗しないやつに見せるっていうことを一生懸命やってました。で、仕事がバリバリできちゃうわけですから、社員の皆さんからの信用も私は熱いわけですね。役職ついてないけど、私は熱いわけなんですね。ところが彼は、 最悪になっていくわけですね。私との対比になっていきますから、彼はどん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 できないみたいなことになっていっちゃう。でそうそう、どん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 大風呂敷を広げるしかなくなるんですね、社員さんに。今度こんな仕事をやるんだぜって。 でそうすると、これだけ入ってくるんだぜ、みたいな感じで、でも私はその内情分かってますから、いやいや、そんなに入ってきませんよとか、そのような大変なお仕事、一体誰がこなすんですかみたいなことをこう内心思ってるんだけど、彼はどん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 お風呂敷を広げていく。で、できませんからね。で、また信用を落とす、みたいなことが起こってきました。私は自分が、これが苦手だっていうことが、 言えたとしたななならば彼ははここんなにそのへこむことはなかっったかなって思うんですよし、ね、私は一切言えなかったからねこれが苦手ですとかこれが駄目ですなんていうことを一切言えずに私は素晴らしいっていうことをずっと証明し続けた結果失敗しちゃったって言えない私ですから彼が徹底的に失敗しちゃったわけなんですね。 もちろん相手を承認する、褒める、ここ素晴らしいですね、ってあなたのこんなところが素敵だよっていうことを伝えるっていうことはすごく大事なんだけれども、それプラス、私、僕、こんなところが実は苦手なんだよねとか、こんなことができないんだよねっていう、自分にとっての弱点っていうのを相手に教えてあげる。 開示してあげるっていうことってすっごい大事なんです。で、自分が失敗しちゃったっていう自分の失敗だ。まあ今回なんかまさにそれですよね。まあ、我々全然こう今でこそカウンセラーですってやらせていただいてますけど、いっぱい失敗してきました。こんなに失敗したんだよねってへって言えるって。 これが言えるっていうことは相手に、あ、そうなんだな、失敗してもいいんだなとか、この人のここを助けてあげればいいんだなっていう状況を作ってあげることって可能なんですよね。まあ、私が方向打ちっていうお話もしましたけれども。 私はプロのカウンセラーになった時に、ね、人様にね、隠し事はいけませんよ。心こはこオープンにしましょうね。なんていうお話をしてるわけですから、自分がこうオープンにならないわけにいかないので、オープンになったわけですね。実は私、すごい方向音痴ですよっていうことを、まあ私の場合はブログで発表したわけですけど、そうするとね、 ど、えー、どこどこに公園に行きます、まあ、今みたいにこうオンラインじゃないので実際に自分が移動するわけですよね。福岡に行くよ名古屋に行くよ東京に行くよみたいな感じになるんですけど行きますプラス私訪婚地ですっていうのを発表しているもんだから各地でですね、えー 関係各所から電話とかメールが入るわけですね。ご案内しましょうか、えー、何ならお迎えに行きましょうかみたいな、もうすごい手のかかる子が出来上がったわけなんですけど、でもおかげさまで迷子になることはないわけですし、あの涙ぐましい私の努力はいらないんですね。日本地図から始まってみたいなのに、ないわけですよ。得意な人がいらっしゃるわけです。 どこに行きたいんですかどこどこまであじゃあもうお連れしますよみたいな感じで言ってくれたりとかあ実は僕も私も方向音痴なんですよってよかった仲間がいてみたいに言ってくれる人がいたりとかね自分のできないところ失敗したところとかそういうところを全部ご披露するっていうことは本当に人と近づけるチャンスでもありますし人を下にしなくてもよくなるんですね。 なんか私からまあ皆さんにお伝えしたい。これは四つ目かな。レース4てへ。てへ。すごく大事です。てへ。失敗した。てへ。できない。と これをオープンにするっていうのはすごく大事ですからね。えー、自分の失敗しているところ、不得意なところ、こういうことを言えるっていうようになっておいていただけると、私のようなしくじりはしなくてもいいのかなって思いますへ。大事ですからね。ぜひやってみてください。